大井助から1938年は日本の実業家、大阪府多角納税者。河内や大井土地代表。属籍は大阪府平民。西大阪を中心に菓子屋業を営み、大阪の菓子屋王と呼ばれる。伊豆尾神殿の貧しい農家に生まれる。幼い頃より新産をなめる。12歳の春まで寺小屋に通い、多少の文字を学び、 ご木津川小学校に入校するも、14歳の、頃母を失ったため家事の都合上退学し、翌年また父を失い不幸の境遇となる。当時一家はママ母,母、姉一人、弟三人、妹二人がいて、男子としては大いは年長のために責任を総研に、担って立たざるを得なかった。農作に奮闘する一方、 昼休みの時間または夜中を利用して、熱心弁学を怠らなかった。親戚の松田徳右衛門は、大いの境遇をあわれみ、多大の同情を寄せて、主事の保護援助を与えている。1878年に家督を相続し、1888年に全名井之助を改め襲名する。七行を営む。土地を買収し、借屋を建て、全自発展し、 河内や都省市、地位屋主として知られる、大井土地代表社員であり、不可の多額納税者に列する。1931年、市立昭和幼稚園創立、根獣法省を賜る、貴族院多額納税者議員選挙の五選資格を有する、宗教は新州、住所は大阪市、大正区北伊豆尾町一丁目。ありがとうございます。